踊ったのね。足が痛くなったので、いっぱい踊って足が痛くなったので、お風呂に絶対に浸からないと明日は大変なことになると思って、お風呂をお風呂にお湯を張っています。うん、日本語。母の歯自動で止まらない、だから溢れ出ちゃう。銭湯行く、最近は行かないけど、スーパー銭湯楽しいよね。なんか腕になんかできてた。ソロ冠ライブしてほしい。だって何歌ってほしいですか？あるんですか？洞窟みたい？聞こえるの？目が乾いてた。瀬取り考えてくれるのいいですね。もうだから先行かく。でも一回やったやつはなんか私飽き性だからさ。違う曲やりたいなと思っちゃう。ごめの返信でセトリを。どうしようね。あと最近可愛い曲をやると苦しい気持ちになる。はい、そうです。私はお湯を張っている時間が暇なんです。自分でね、ここの毛を切ったの。なんか一人自分だけをこう見るときはいい感じに見えるんだけど、こっちちょっと気に入ってないけど、いい感じに見えるけど、横にあの誰かがいると、あーちょっと比べられない。ここに誰かがいると、ここの幅がでかくなってるように見えて、あの頭の幅がこっから、本当はここからお顔でしょ、だから頭小さこれぐらい。でも私はこれを切ったことによって顔はここら辺でちっちゃく見せてる風だけど、頭が逆にここからここまでになっちゃったから、頭がでかく見えるようになりました。はい、髪の毛切りたいと思ってたけど、こう見るとこれぐらいがしっくりくる。数日前の深夜の謎ツイートは、それはこの間のショールームで話しました。着地何も特に
解決してないので、忘れてください。踊りすぎて足の裏が張ってるんです。痛い。久しぶりに来ました。チョコパイ、チョコパイジュさん、チョコパイだって。美味しそうだね。あー悲しくなってくるから、わかる。なんか褒められる前は自分にちゃんと自信を持っててここに入ってきたから、褒められると嬉しかった、純粋に嬉しかったけど、最近はちょっと自信がないから何を言われてもそんなことないからって、ちょっと悲しくなったり怒ったりしたくなっちゃう自分のせいですけど。今日はハンバーグを食べました。お弁当、ハンバーグのお弁当。ウェーブ今日は外の空気を吸いました。窓を開けました。すごく清かった、清いかった、涼しかった。わかんない。お風呂のお湯が増えると揺れるシステムじゃないお風呂は絶対溢れてない、遅いから。わかる、栓してない時あるよね。わかる。ばあちゃんに会いたかったとか、48グループの歌で冠ライブ、逆にハムリライブ48のしかできないけどね。でも AKB さんのなんか曲、王道じゃないけど曲歌いたい、そう思います。好きな曲できるからいいね。ハムリはハムリ怖いけど、4日間引きこもってた、引きこもってたな、確かに。ベイベーベイビー好きなのかもしれない、青い空に雲一つ。あまりにもお湯が止まってなくてびっくりしたから蛇口を緩めてきた。これぐらいしかお水なかった。
皆さんの好きな曲は何ですか？私は自分が言いたいだけ。私はそうですね、ファーストラブ、あとは自分らしさ、あとなんだろう、全然出てこないじゃん。好きな曲は夢は逃げない。おお。夢は逃げない。一応2番に自分の歌割りがあって、オリジナルメンバーなはずなんだけど、この間のコンサートはその中には入れなくて、理不尽ボールを歌ってて、なんか人生って感じがしました。君についても好き、よく知ってますね。なんだっけ、君と僕の関係も好き。タンポポってあれ、あのエネミーなんだっけ、なんかの何かのコンサートでやったやつ、高嶺のリンゴが好き。わお。私としては踊るのが難しいというか、なんかだんだんいっぱいやってきたから楽しくなってきたけど、高嶺のリンゴって聞くだけで戸惑っちゃう。それからあの花びらたち、いいですね。水しぶき跳ねながら、ピーク、ピークって何に入ってる曲なんですか？シングルの何かカップリングなの？聞いたことなかった、流行るまで。ピークって NMB の曲だよね。まさに理不尽。確かに。ラブ修行が好き。理不尽。まあでも自分のあれだからな。なんだっけ、ラブ修行。全然音わかんない、音程出てこない。遠距離ポスター、確かにいいですね。でもなんか遠距離ポスターは大田彩花さんが好きだったから、そう好きだったけど、でも初めてシズの、初めてじゃない、 CD 買った時はそのチーム YJ とチーム、え、なんだっけ、 SJ、 わかんない、なんか違いがわからなかった、というか知らなかった。それで
私は違う方を買ったんだ。チューズミーの方だから曲はチューズミーのが好き。いっぱい聴いてたから。ドル明けか、タンポポの決心。15分経ったのにお風呂たまらないの、どういうこと？初恋至上主義は客観的に見てるとすごいみんなでね目合わせるとこいっぱいあって楽しそう。あれ参加してた側なんだけど、ミカちゃんの君のことが好きだからずっと聞いてる。どうやって録画してるの？それも制服が邪魔をするもいいですね。なんかさ、なあ曲名わかんない。結構なんか大人な曲昔の、昔というか前の多いですね。多い多いというか印象的、好きな曲多い。そういう大人っぽい曲アルバム曲なんだ。PB なんだ。 PB って何？プレミアムボーイ？プロジェクトビータ？ YJ はヤングジャンプ？あ、私も大田彦さんが好きだったから天使のしっぽ大好きだった。ちょっとお湯を張ってます。この胸の切なさを息で吐いて、チチッラブ膨らんだ風船の手を離したラブタウン、どんどん高くあの空飛んで行き、吹く風に吹かれどこへ行くの。MMB ってセクシーな人多い。確かに確かに、なんか大人なメンバー多いですね年齢的にも。あ、そんなことない、自分だけ大人だから。わかる、そうなんです。7期生の公演めっちゃ好きな曲多い。あと鉄砲隊も多い。いいですね。今日17歳っぽい。17歳。リップしかしてないからかな。あ、抱きしめられたらもう好きです。 YouTube でいっぱい見た。え、こうやってダメなこと、ダメな気がしてきた。
かっこいいな。あ、プレイボーイか。すごいすっきりした。プレイボーイ。今年一度も公園入れずに終わる。あら、なあれしてるんですか、投げてるの、公園当たる抽選。一回の公園にどれぐらいの応募があるんですかね、気になる。公園によるか。お湯ちゃんと増えてるか見てくる。痛い。全部じゃなかった。さっきがこれで、これの2個分ぐらい。嘘嘘、これこれ。寒くなっちゃうからもうちょっと入れます。飛べないアゲハチョウも好き。え？え？お？どこかから携帯が鳴る音がしたけど、この家にもう一個携帯はあるけど、え？そういう連絡はできない携帯のはずなんだけど、怖いな。涙袋はお父さんお母さんありがとう。でも最近はクマが多く見えるから好きじゃなくなってきちゃった。あとはあれだ、なんだっけ、へそが曲がるもさ、痛いって思います。線は閉まってる閉まってる。あ、お風呂のあれがでかいからか。配信してるくれるからラッキーだって。そう言ってくれるの嬉しい。でもこ私は早くたまってほしい。配信も楽しいけど、早くお風呂に入って足の痛みを取りたい。ゴースト着信、そんなのあるんですか。ここはベッドの下、みんなやん。
からやめよう。そっか、明日はまなちゃんの初日。今日も練習してた。またなんか今度は怖いからやめよう。前の家のお風呂10分で止まる。私の実家のお風呂だって10分で止まるのに悔しい。でもお家のお風呂は足がギリギリ伸ばせない。でも大阪のお家は足が伸ばせる。お風呂はゆっくり浸かる。はい、冷たくなるまで。サイさんの卒業コンサート出席しますよ。練習してますよ毎日。もちろんもちろん頑張っています。見に行きますか。抽選なんでしょう。もう終わってるか。見えてない、いけないものは見えないタイプ。でも最近いろんなところからさ音が聞こえるんですよ。隣に住んでる方とかそうじゃなくて、なんだろう、こんなじゃないけど、こんなこういう音が一定時間じゃないな。なんか音が聞こえたらちょっとなんか体が重たく感じる時がある。怖いね。怖い話好き私は嫌いマナティ誰なんだ。それか知ってる知ってる。危ない、言ってしまうかもしれなかったね。やばいやばい楽しみにですね。え、そうだよね。そんなことないの。みんな知ってんの。TikTok の欲望もの聞いてから見てから聞くと思い出しちゃうの。なんもし、え、なんとかして。ああレゾンデートルのですか。TikTok お母さんにすごく、あ、すごい、お母さんはプロデューサーなんですけど、私のやれやれと言われて撮ってみてるけど、なんか毎日あげることに意味があると思ったら、ちょっとコンサート中は無理と思って、終わったらまた。でも今日はね、さっリハが終わっ
た時に奈々穂さんがツイッターに載ってる写真かわいいって褒めてくださったからちょっとだけ勇気が出ました。新しいことを始める勇気嬉しかった。そうなの。お風呂がたまるまでにさ、さっきまで入れてたお湯が冷たくなってくるのね、だんだん困っちゃう。配信で見る、配信もあるからぜひ。さやさんの推しカメラオープンレックだっけ。あれ今何時ですか。9時を過ぎちゃった。麻雀やりたかった。9時。森塩のやり方ってどうやってやるんですか。これ調べようと思ってたの。知ってますか。お風呂の音聞こえなくなった。ちょっともう一回見てくる。もしかしたらさ、こうなんか換気扇でさ、あの部屋がさつながっててさ、たまにさあの近くの住んでる人の声とか聞こえない？聞こえないか。暑かった。恥ずかしい。聞こえたかな？ここで聞こえないけど。ご近所さんに聞かれちゃったら恥ずかしい。9時過ぎて、あら早いですね。時を戻そうだって。いいよ、戻してください。でもお風呂いい感じ。ちょっとあとちょっとで肩疲れるぐらい。多分今これぐらい、これぐらいかな。あの触ったら冷たかったから、あったかいのをもうちょっとやろうと思ったらちょっと確認してみたの、その出るお湯を。そしたら熱かった。小さな小皿に、小さな小皿って小皿じゃん。塩を持って、塩って食塩でいいんですか。怖っ。森塩のせいで霊が閉じ込められ、霊っていうのやだね。森塩のせいで運が閉じ込められて出れない時あるから、え、怖っ。やめた方がいい。前のお家もさ、換気扇から外の音とか聞こえてた。外の通行人の人の声とか聞こえた。お安いからかな。
かちゃん麻雀84位。ちょっと頑張んなきゃ。のり塩って牛用じゃないんですか？そうなんですか？配信の声聞かれてるかも。それは小声、ちょっと小声だから大丈夫じゃないかな。本当に暑い。ちょっと氷持ってこい。隣の人の声聞こえる。隣の人の声怖くない？一番怖いのは玄関じゃない、ベランダの音が聞こえること。カーテン閉めてるのにベランダから音聞こえたらめっちゃ怖くない？一生はカーテン開けられない。でも一回さ、その音が聞こえた時にさ、ベランダからあ音なんかちょっと人気を感じると思って、え怖いと思ったらさ、その2階だったんですけどね、その行ったところは何、はしご何これ、脚立がちょうどそのねベランダのところと外のところにちょうど置いてあって、ちょうど自分のいるところの2階とあって、もしかしたらと思って怖いね。本当に人だったかもしれない。みんなはやめましょうね。まあ本当に人かわかんないけど、私はお化けだと思ってたけど、人が一番怖い。じゃあみんなはこれから何するんですか？ご飯？お風呂？眠る？ゲーム？最近動物の森を始めたんです。通信するのにお金かかる、お金というか月額払うんでしょ、お金か。それはまだできないの。いつかやりたい。そう、スイッチをねいとこにプレゼントしてもらった。いいでしょ。そうもらったんです。月額その代わりにいとこにはその大阪の美味しいものをあげた。郵送、1年のプランもあるんだね。島の名前はお下がりだから、いとこがつけてた名前言わないでおこう。ね、なんか
戦うやつもそうだし、通信してみたい。みんなでトーナメントでバトルしたい。バトル。あとあれでしょ、動物の森でなんかライブとか。ライブ？写真撮影会できちゃうじゃん。カメラあるじゃん。ね、やりたい。おお、サッシーさんファンの子の島に行ってたり。いいな、やりたい。冷たい。今度は冷たい。マリオカートで対戦やりたい。オープンレッグってどうやってつなげるんだろう。パソコンが必要？テレビが必要。テレビ直さなきゃ。もしかしてオープンレッグだったら許されるよね。オープンレッグやりたいけど、ちょっと調べてみます。ゲームしてるとさ、なんか充電がなくなるぐらいにさ、もうやめようと思って休憩するけどさ、現実の時間が進みすぎててびっくりする。現実逃避どころか、むしろなんかゲームしてていいのかなっていい気持ちに追われる最近。前はただ楽しかったけど、目悪くなっちゃう。もう目悪いよ。小学校2年生から DS と、そう、3年生で携帯を持ち始めて、もう目は悪々です。困っちゃう。例えばコンタクトしないで、人が前から来ても誰かわからない、挨拶もできない。あと挨拶をっての誰かわかんないけど、とりあえずするじゃない。するとしても、その目合ってない、絶対。もしかしたらここら辺見てるかも。どこ見てるかわかんない。だからコンタクトしてない時に人に会うと焦ります。そんな感じ。メガネのは自分が嫌いだから、外では絶対にコンタクト。よくメガネしないでコンタクトもなしで生活してたねって言われるくらい眼科の人から。一番上も見えない。レーシックしたいですね、将来。もうちょっと技術発達してから。今は怖いから。はい、お風呂忘れてた。お風呂入ります。とランキング読むね。お風呂音しないんだけど。13位クレパスゆうちゃん、12位末広さん、11位くまさんと太郎さん、10位マリマリュ、9位トマト大好きユーザーさん、8位アキララ GT さん、7位スギアンさん、6位大ちゃん星星、5位ジュンジュンさん、4位元気くん、3位マッツ、2位タケポンさん、1位はどうやって書いたっけ。1、あ、間違えた。
3、ゆうやくん1、ありがとう。どんだけ、こんだけ、そんだけ、ゆうやくんありがとうございました。それではまたお会いしましょう。明日も頑張ろうね。おやすみ。